a reckless soldier known for completing the impossible mission. He has survived many wars. His presence has been felt for decades. Even today, his skill on the battlefield remains unmatched, but no one knows his name. This aged soldier has never been photographed. No survivors have witnessed his actions. His missions have never been documented. It is unclear whether these were the acts of the single man, or a few operating under the same rogue identity. When the smoke clears, all that remains are tales of the legendary, reborn ghost of the battlefield. His presence captivates all. His enemies fear him. We should all fear him. これよりゴーストを仮想敵とした高速制圧訓練を開始する。状況開始。ゴーストは接近戦のプロフェッショナル。一人では勝てないものとする。作戦は部隊を最小単位に分け、複数方向から同時に仕掛けろ。了解。いかに能力の高い敵でも四方から同時強襲されれば無力だ。タイミングを外すな。マルヒト、クリア。マルヒ、了。おい、どうしたゴッソ。なぜ動かない。応答しろ、ゴッソ。どうした、丸さん。状況くれ。おい、おい。なんだ。チーム3、状況説明。こちらチーム3、よくわかりません。バルス、コマンダー、訓練中止。訓練を中止する。規模不明の敵が施設内に侵入。隊はこれより敵の殲滅にかかる。チーム4、チーム5、合流して再編成。
英雄が歴史の教科書に出てくるような姿をしているとは限らない。神様は一見それとは分からないような形で彼らをこの地に召喚する。世界が混沌を迎える時、まるでそれを待つようにして英雄が生まれる。私たちだけに任せていると世界の収拾がつかなくなるからかもしれない。世界が変わる時、当然そこには血が流れ、たくさんの人が死ぬ。私たちはその中で恐れ、ひれ伏し、ただひたすらに祈るしかない。でも、その中でギリギリまで耳を澄ますと、やがて彼の声が聞こえてくる。生きろ、怒れ、声を上げ、世界を再生させろ。英雄はそうやって私のことを焚きつける。出口のない世界でいつまでももがいている私のことを。
サチ、蛍光灯変えるからちょっと待っててくれ。うん。よいしょ、危ないよ。サチ、どっちが好き？え？正義の味方に決まってるじゃん。そっか。さっちゃんお待ち。いただきます。コンビニ弁当ばっかじゃ大きくならないぞ。いっぱい栄養取りな。そのじゃん、これおいしいだろ。としろもなんか食べるかい？おじさんがいいの。いつもちょっとしか食べない。さっちゃん見てな、お客様。失礼します。行くよ。大丈夫ですか？ありがとうございました。生は傷によって力を増し、闇こそ正当であると知る。だから僕はあの花には何も言わないことにする。やがて来る嵐を僕が待ち望んでいることも、僕の中に抑えきれない獣が住んでいることも。
おい、どこ行くんだよ。そうですか。わかりました。ではまた強めのお薬をお出ししておきますね。先生。はい。夢の話してもいいですか。どうぞ。私は森の中でたくさんの人と戦い、たくさんの人を殺すんです。朝起きると血の匂いが消えず、手には感触が残ったままなんです。それは辛いですね。辛い、辛くはないです。懐かしい感じがするんです。懐かしい。怖くはないんですか？何がですか？人を殺すことがです。夢の中で。怖くはありません。ただ任務を遂行するだけですから。任務？はい、任務です。刺しても切っても血は流れるんだよ。痛いんだ。お前はこれがいい。いらっしゃいませ。金出せ。早くしろ。おい、早くしろ。ありがとうございました。さっちゃん、さっちゃん、あれ、さっちゃん、相変わらず元気だ。けんちゃんも元気そうだね。うん、私が押してあげる。本当？気持ちいいね、さっちゃん。うん、そうだね。なんかいい匂いするね。どうしたの？おい、いつから幼児趣味になったんだよ。としろさん？好きやりすぎだろ。としろさんこそ
俺がいなかったら敏郎さんもうこの世にいないんですからね。手貸してもらえますか。うん、なんか随分可愛らしい手。おい、今毎日暇なんでリハビリ兼ねて敏郎さんにいいもの作ってるんですよ。ケンジ、お前ゲイじゃねえよな。どうでしょう。ケンちゃん、バイバイ。バイバイ。の毛がいつなるのかな。どうしてあんなになっちゃったの。ケンジはね、おじさんのためにああなったんだ。おじさんのため。うん。敏郎さん、サチ、何？忘れ物したから先帰っててくれ。うん、分かった。
チ、こんなとこにいたのか。うん。この雨、止むかな。お姉さん、濡れてるよ。風邪ひいちゃうよ。じゃあ、温めて。仕方ないな。ロック他一名。ゴーストに殺害されました。掃除班死体回収完了。アビスウォーカー以外の3名、ニュート、フォックス、イーグルが待機中。すぐ動けますが、どうしますか。待て、キャスパー。ゴーストの場所は確認できています。なぜすぐに処理しないんですか。わざわざこんな偏僻なところまで来たんだ。少しは老人の暇つぶしに付き合い。失礼しました。アビスウォーカーは今どこにいる。すでに動いています。3日前に国防軍と接触、それ以降の情報は途絶えています。なぜアビスウォーカーまで雇ったんですか。敵も味方も見境なく殺すやつですよ。扱いにくいが腕は確かだ。他3名は現地での招集部隊も引き連れています。それでも足りませんか。乾いているんだ。乾いた精は傷によって力を増す。先生は極限状態に身を置いて、その中で生きていくことを想像できますか。と言いますと。頭に銃を突きつけられたり、仲間が爆破で吹き飛んだり、毎日が生きるか死ぬかの状況です。私は正常じゃなくなる。普通はそうですよね。ええ。でもそうじゃない奴らもいる。自分が正常でいられるためには何らかの危険を必要とする人間もいるんです。夢の話ですが、人を殺すことに黒田さんは罪悪感はないんですか。ありません。処理する瞬間は操り人形の糸を切るのと同じ、物体が崩れ落ちるだけ。そこに感情はありません。処理。ただ処理するときは愛を感じます。愛。相手の鼓動を感じ、体温を感じ、思考を感じ、全てが一体となったとき優しく処理するんです。では殺されることは怖くないですか。わかりません。経験したことがないんで。そうですね。じゃあちょっと想像してみましょうか。これが本物の銃で、私があなたを撃とうとしたら。撃ってみてください。バン。先生、今死にましたよ。昨夜未明、
石川県加賀市箱宮町の喫茶店で、これ隣町の喫茶店だ。ひでえことしやがるな。俺こういうやつ絶対許せねえ。じゃあ津野さん、やっつけてよ。おう、任せときな。あれあれ、買ったばっかなのにな、あの電気屋の親父。県外？惜しいな。幸、お店に忘れ物したからちょっと取りに行ってくるね。え、今から？角さん、ん？ちょっと出かけてくるから幸とあやとりでもしといてくれよ。おう、わかった。じゃあ、さっちゃん、一緒にあやとりするか。うん。ちょだい。敏郎、下手だな。なあ、さっちゃん。だって落ちてるもんね。いらっしゃい。
ケンジに言われてきたのか。It's been a long time, 先輩。さっきの連中は自分たちが掃除しておきました。じゃあついでにこっちも頼むわ。ケンジ先輩のところにファントムが現れたそうです。知ってるよ。サチが挨拶された。先輩、俺たちも一緒に戦います。お前ミッション何回出たことあるんだよ。一回もないです。まあ、俺面倒見ますから。逆に邪魔ですかね。好きにしろ。あれ、ケンジさんいないな。お前らしっかりやってんのか。はい、頑張ってます。頑張ってますじゃねえよ。だったらちゃんと結果見せろよ。分かってます。でもケンジさんの体がそうなったのは敏郎さんのせいです。うるせえ。本当はお前らなんかに頼みたくなかったんだ。あの人のために死んで俺は骨になりたかった。松尾さん、サチに代わってくれ。もしもし。あ、サチ、ちょっと待っててくれ。ごめん、おじさんしばらく帰れそうにもないから父さんのところで預かってもらってくれ。敏郎さんですか。いいタイミングです。この本好きでしたよね。ありがとな。あの二人役に立ってますか。うん、荷物持ちくらいはな。マックスはともかく、マサルは初めての実戦なんです。だから心配で。あのでかい方な、まあ、お前よりが役に立ってるよ。ケンジ先輩に聞いた。
ファントムってのはケンジ先輩やトシオさんがいた舞台の指揮官だったやつだ。トシオさんが引退したのって3年以上前ですよね。なんで今頃？ See, he's committed a lot of international crime, including genocide. インターナショナルクライム、国際法上犯罪。最強の舞台を指揮した裏で、そいつ最悪ですね。Yeah, he's a fucking psycho. その一つに子供を使った brainwashing experiment。洗脳実験。それが許せなかった敏郎さんはファントムを裏切って抹殺された。抹殺？本部東側10名、北側8名待機中。アビスウォーカーからです。なんて言ってるか分かりません。あいつは俺の獲物だ。お前は今どこにいるんだ。俺の邪魔をするんじゃねえ。あいつ本当に必要ですか？アビスはゴーストの戦い方をよく知ってる。ああ見えても彼のバディだった男だ。あいつが？あらゆる意味で同じだったが、行動の目的だけが違っていた。奴の目的は自由と破壊、それだけだ。キャスパー、時間だ。敏郎さんは生きていたとしたファントムは自らリベンジにしに来た。なんでそんな大物がわざわざ来るんですか？それはI don't know. ただ俺たちは知る必要はない。カバーするだけだ。All right? ケンジさん言ってましたよね。戦争は子供や機械を利用するもんじゃないって。許せねえ。敏郎さん、俺も連れてってくださいよ。やっぱあいつらだけじゃダメですよね。俺まだ戦います。敏郎さん、頼みます。なあ、頼むよ。なあ頼むよ。連れてけよ。足手まといにはならねえからよ。戦って死にてんだよ。頼むから連れてけよ。ケンジ、俺の前でカッコつけてんじゃねえぞ。敏郎さんのコードネームってゴーストだったんですよね。
あの伝説のリボンゴーストと何か関係あるんですか？まさか。ハツンパースも多分伝説だろ。準備できたか？使いますか？動物はシンプルだ。俺はこいつでいい。もしもし、敏郎か？角川だ。さっちゃんが見当たらなくて、もしかしてそっちに戻ってるかと思って。ああ、戻ってるよ。そうか、よかった。心配させて悪かったな。いや、こっちも悪かったな。さっちゃんに何かあったんですか？まさか誘拐されたんじゃ。問題ない。全て作戦だ。作戦？場所は特定できた。幸は誘拐されたんじゃない、させたんだ。大きくなったね。心配はいらない。私は君のおじさんの古い友達だ。おじさんが生きていて私はとても嬉しいよ。どういうこと？おじさんはなぜ危険を冒してまで君だけを助けたのか、なぜだかわかるかい？君の中にはおじさんと同じ血が流れているんだ。やはり彼には見えたんだね、未来が。しかし彼は私を裏切った。生かしておくわけにはいかない。これは戦いではない、処刑だ。あの廃墟に幸がいる。
敵が確認できる位置まで3人で行動する。行くぞ。前方に敵を5名確認。本丸はここだ。俺たちはここ一個中大、一個小大、一個小大、一個小大。俺がここから行っておとりになる。お前たちはツーマンセルでここから攻めろ。敵は何いるんですか？一個小大は約30名、一個中大は約80名。 Over 200? そんなに？たった3人で？俺一人で十分だ。緊張するな。撃たれても切られても動じるな。相打ち覚悟で行け。緊張が思考をダメにする。草食動物は緊張した瞬間に食われる。肉食動物は緊張しない。俺たちは狩られに来たのか？違います。俺たちは狩るものだ。ゴーストは気配を消し、足音も立てずに忍び寄る。発砲は極力抑えろ。銃声は自分の居場所を教えるようなものだ。ターゲットを確実に狙える時だけ発砲を強化する。
ポイントブラボー、敵と交戦中。ポイントブラボー突破。ポイントブラボー予備投入。そんなんじゃ戦場じゃ生きていけないよ。戦争はガキや機械がやるもんじゃねえんだ。
ケンジさん、すいません。おじさん、そんなんじゃ生きていけないよ。そんなんでもな、生きていくんだよ。マックス、先に行け。残りは俺が始末する。
拠に前進せよ。エゴ、リョウ、ゴーストは一個連隊に相当する戦力を有する。奴を人間と思うな。以上。連れてけよ。足手まといにはならねえからよ。戦って死にてんだよ。頼むから連れてけよ。Thank you.
たちの戦争はガキのためにやってるんじゃねえぞ。俺の戦争は終わった。話は好きかい？戦場には昔からいろんな言い伝えがあってね、伝説のリボーンゴーストもその一つだ。リボーンゴーストは様々な戦争で目撃されてきた。有名なベトナム、アフガン、イラク、不可能と言われた作戦を全て影から解決してきたんだ。もちろんそんなおとぎ話を本気で信じてるわけじゃない。もし生きてたら私よりおじいさんだからね。ただ君のおじさんのコードネームゴーストはその男の名から来ている。君のおじさんの戦いぶりがまるで伝説のリボーンゴーストみたいだったからね。マックス、サチ頼むぞ。わかりました。お姉さん。サチ、大丈夫だよ。おじさん必ず戻ってくるから。ふざけ。おじさんいないってもう戻ってこない。だから言っちゃうよね。サチ、戻ってくるから。さっき、一緒に帰ろう。離れないで。ねえ、帰ろう。ねえってば。ねえ。うるせえな。サチ、ごめんな。
サチ、愛してる。おじさん、おじさん。
まんねえんだよ。俺のは戦争じゃねえ、戦だ。まだこの血が欲しいか。取りに来いよ。
アサジ、大丈夫か？おじさん？おじさんは大丈夫？今どこ？サチ、悪いな。もうちょっと待っててくれ。おじさん、おじさん。全てはお前を処理するためのトラップだ。ここまで来たことは褒めてやろう。しかし、その体でどうやって戦う？今のお前はゴーストではない。ただの名もない幽霊だ。昔のお前を覚えている者など誰もいない。これ以上何を支えに生きるというんだ？トラップを仕掛けたのは本当にお前か？俺の前にお前がいる。それが全てだ。俺の血がそんなに欲しいか？悪いな、おっさん。俺の血はもう枯れちまってんだ。やはりお前が、あの伝説の。トジロー、なぜお前はあの少女を助けた？なぜお前は、なぜバディであるアビスを殺した？なぜ、なぜお前はケンジをあんな目に遭わせた？なぜ、なぜ、なぜお前は戦う？なぜ、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 なぜお前はそこまでして行きたい？サチ、ごめん。父さん、今日は寝たふりできそうにないや。
私たちがこの世界でできることはそんなにない。それはどんなに偉い人でも基本的には変わらない。心の余裕がなくなると私たちは自分のことしか考えなくなり、そうして世の中はどんどん冷たく悲しい方向へ向かっていく。だけどそれじゃあつまらないし、世界の行方も想像がつくので、神様は時々そうした流れに逆らうものを送ってくるのかもしれない。その人は私たちの心にほんの小さな火をつけると、あとは任せたと言わんばかりにあっさりと言ってしまう。そして今私はもらったその火を頼りに世界の淵に立っている。新しい未来へ舵が切られていくのをこの目でちゃんと見届けるために。